はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。本日ご紹介するのがですね、こちらですね。素敵な恋が実る雨、内容雨。用法、好きな人に会う前、一回一度ずつお舐めください。この飴を舐めると大好きなあの人もきっと振り向いてくれる、かっこかも。注意、大好きな人にプレゼントしても効果大。なるほどね。じゃあちょっと試してみましょうね。お、すごいですね、本格的ですね。なるほど。まあ色も濃いの色といった感じですね。これね、飴ね、舐めてみますね。匂いほとんどなし。うん、あ、おいしいおいしい。うん、なんか昔懐かしの味って感じだな、これおいしい。うん、普通においしい。まあこれを舐めるとね、素敵な恋が実るかもしれないと。まあ恋に悩んでる方、いろんな方いらっしゃると思いますけれども、ぜひどうでしょうか、この素敵な恋が実る飴。ジョークグッズですからね、そのつもりでお舐めくださいという感じですけど、使い方としてはまあシャレで遠回しの告白みたいな感じで、これを好きな人に渡すみたいな。はい、ということで本日ご紹介したのはこちらの素敵な恋が素敵な恋が実る飴でした。まあこういうね、遊び心ある商品ってね、すごくね、うん、いいのかなと思いますね。はい、ということで、雑草